ウクライナ南部にある2014年からロシアによって不当に占拠されているクリミア半島において、2023年3月29日に SNS などに同半島中部のシンフェロポリ市付近にあるにあるロシア軍航空基地付近で爆発が発生したか、あるいは火災が発生したとみられる黒煙が立ち上っている様子が撮影された動画が投稿されたよ。クリミア半島においてロシア側が市長として任命したセルゲイ・アクショノフ氏がこの件に関連してテレグラムに投稿しているが、同氏によればウクライナ側のドローンがシンフェロポリ近郊で撃墜されたとしていて、ドローンは畑に墜落して、死傷者や建物の損壊はなかったというぜ。いよいよウクライナが本腰を入れてクリミア半島奪還に向けて動いているみたいだね。さて今回はそんなクリミア半島のロシア軍基地付近で、ウクライナ軍のドローン攻撃と思われる爆発が起きたことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。これらの情報について、ロシア側のクリミア市長顧問の、オレグ・クリチコフ氏がこの火災についてウクライナ軍による航空基地攻撃によって引き起こされたものであるとして、ウクライナ軍はジェットエンジンによって長距離飛行が可能なストリーシと呼ばれるドローンを使用して攻撃した可能性が高いとしているよ。このストリーシとは正式名称をツポレフ141とされ、旧ソ連が開発して1979年から1989年にかけてソ連の西側国境地帯に配備され、ソ連陸軍が北大西洋条約機構NATO加盟国の偵察に運用していた、ジェットエンジンを搭載する大型の偵察用ドローンのことを指しているんだ。全長 14.33 メートル、翼幅 3.88 メートル、全高 2.44 メートル。翼面積 10.0 平方メートル、全備重量 6.215 キログラムと、全長 14.33 メートル、翼幅 3.88 メートル、全高 2.44 メートル。翼面積 10.0 平方メートル、全備重量 6.215 キログラムと、大型の機体をツマンスキー KR-17A 推力 19.6 キロニュートンというジェットエンジンによって、最高速度 1100km 毎時、巡航速度 1000km 毎時、航続距離 1000km、 実用上昇限度 6000m との性能を発揮するとされているね。機体のデザインは、ダーツの矢のように後方にデルタ翼が配置されていて、前方には小さなカナード翼が配置されており、KR-17A ターボジェットエンジンは後部の垂直尾翼の下で胴体の中心より上方に搭載されているよ。ストリーシュの機体は発射用の台車上から固体火薬ブースターで射出され、任務を終えて帰還する際は着陸後の滑走中に機体に格納されているパラシュートを開いて着地する方法をとっているため、繰り返し使用することが可能であり、敵の最前線から後方数百キロメートルまでの範囲を高速で飛行しつつ、地上からの遠隔操縦で偵察任務を遂行するドローンだな。ストリーシュとはロシア語で甘ツバメを意味しており、ロシア軍ではこの機体にフィルムカメラや赤外線画像装置に EO 画像装置、イメージングレーダーなどの多様な偵察用機材を積み込んで偵察や監視に運用していたが、すでに1989年には全てを退役とさせていたぜ。ウクライナ軍においても旧ソ連の崩壊時に数十機を保有していたもののやはり一時退役させていたんだけど、2014年のドンバス戦争において現役として復帰させ実戦に投入されており、現在も遠隔操縦装置などを近代化させた上で稼働状態にあるものが多数あるものとみられていて、偵察監視用機器を外した後のスペースに作薬を搭載して発射すれば、長射程の自爆攻撃型ドローンとして運用することも可能なんだ。2022年12月5日、ロシア国内にある3カ所の空軍基地がウクライナ軍のドローンと見られる飛翔体による攻撃を受け、3人が死亡して4人が負傷、戦略爆撃機2機が損傷を受けたほか、燃料関連施設などが炎上するなどの被害を受け、翌日6日には今度はウクライナとの国境沿いの西部クルスク州にある空軍基地にある石油貯蔵施設が、やはりドローンと見られる攻撃を受けて火災が発生したみたい。これら一連のロシア国内への攻撃について、ロシア国防省がウクライナ軍のドローンによる攻撃を受けたと発表したけど、ウクライナ側からは攻撃の事実を認めるコメントは出されておらず、この時期のウクライナ全土に対して、
ロシア軍の巡航ミサイルやイラン製の自爆攻撃ドローンシャヘドによる民間インフラ施設などへの国際法に違反する無差別攻撃が相次いでいたね。攻撃を受けたジャギレボ基地とエンゲルス基地は共にロシア航空宇宙軍の戦略爆撃機の拠点であり、これらの基地から発進したツポレフ 95MS などの戦略爆撃機から発射された基地巡航ミサイルによって、ウクライナ全土へのインフラ施設設備への爆撃が実施されていることから、ウクライナ軍がドローンを発進させて攻撃を加えてロシアによる軍民無差別のインフラ攻撃に対する報復を実施したのではないかとの見る向きが多く、他国に向けて非道なミサイルを発射すれば、その発射地点には神が UFO を派遣して攻撃を加えるだろうとの内容の投稿を、ウクライナ政府高官が SNS に発信するなどしていたことからも、ウクライナ軍が関与している可能性が高いと見られていたぜ。しかし、12月5日に攻撃を受けた2カ所の空軍基地のうち1つは、首都モスクワから南東に 200km ほど離れたヤザン州ジャギレボ空軍基地で、基地要員3人が死亡したとされた。この基地は現在戦闘が続くウクライナの最前線から 500km 以上離れており、もう一つのロシア西部にあるサラトフ州のエンゲルス空軍基地もまたウクライナ領内の最前線から 700km 以上の距離があるが、その時期にウクライナ軍が運用していると見られていた攻撃型ドローンは、アメリカ製のスイッチブレードやフェニックスゴーストなどでは航続距離が短いため、ウクライナ領内から発進させてもロシア本土の奥深くにある基地には届かないんだよな。また、ロシアが侵略を開始した当初にその車列を攻撃して名を馳せたトルコ製ドローンバイラクタル TB2 でさえも、その航続距離は 150km ほどでしかないことから、それを使用した攻撃でないことは明らかだったよね。ウクライナの軍需企業ウクロボロンプロムが航続距離 1000km 以上と言われる新型ドローンを開発中との情報があるものの、完成に近づいているとされて入るが試験段階の兵器をロシア本土攻撃に使用することは懸念が多すぎるために考えにくく、今回のクリミア半島での攻撃もまたストリーシュによるものとの見方が広がっているみたい。2023年3月中旬以降、クリミア半島のロシア軍施設への攻撃が増えたとされていて、SNS などに爆発によって火災が発生している様子などが撮影された動画が投稿されるなどしていて、アメリカの CNN がクリミア半島のロシア海軍黒海艦隊の司令部などがある、セバストポリ軍港とそこへの兵站供給ラインに対するウクライナ軍の攻撃が増えたと指摘しているよ。ロシア側が指名したセバストポリ州のミハイル・ラズボザエフ知事が22日、ウクライナ軍のドローンがセバストポリ軍港を攻撃したけど、ロシア海軍がドローンを撃墜したために人的被害や船舶の被害はなかったとはいえ、港周辺の建物のガラス窓が割れたりした被害があったことを明らかにしたんだ。また、20日にはクリミア半島北部にあるロシア軍の兵站集積拠点であるジャンコイにドローンによる攻撃があったとされ、ウクライナ国防省が鉄道で輸送中であったロシア軍のカリブル巡航ミサイルを破壊したと発表したんだけど、ロシア側はドローン攻撃を受けた事実は認めたものの、カリブルが爆破されたことなどには言及していないよ。ジャンコイでは昨年の8月16日にも、ロシア軍の弾薬庫が攻撃を受けて貯蔵していた弾薬が爆発して大きな火災が発生したことがあり、SNS に巨大な火球と黒煙が上がる画像が投稿されているんだけど、この爆発についてロシア国防省は、弾薬庫の他に送電線や発電所、鉄道線路、住宅などの民間施設が被害を受けたと発表し、ウクライナ軍による攻撃であるとしていたけど、ウクライナ側ではそれを認めてはいないんだよね。クリミア半島ではこれらのドローンによる攻撃のほか、地元の反ロシア派住民などによるパルチザン活動も活発化しており、これらの動きから4月以降とみなされているウクライナ軍による反転攻勢作戦が、東部戦線ではなくクリミア半島奪還作戦などではないかとして、クリミア半島の親ロシア派住民の間で不安が広がっているとされているんだって。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。